はい、時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間からは SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。パーソナリティは私 SIR のミキがお送りしております。 FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。どんどん番組へご参加ください。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。エナジーチャージステーションでは洋楽をお届けしております。ぜひリスンラジオ、サイマルラジオで音楽とともにトークもお楽しみください。この番組は出会えてよかったと言われる製品作りと社会への幸せ還元を目指し躍進いたします。 SIR 株式会社がお送りいたします。今日のオープニングナンバーは ABC の Look of Love です。お聞きください。放送の音と違うので、ここでちょっと調節して。ミキさんのどれですかね。音が聞こえないです。声ですか。 声は今切ってます。このマイクの声が聞こえない。今入ってない。はい、音楽の時間になって、ちょっとね、音楽は聞こえる。曲終わります。はい、皆様こんにちは。 SIR のエナジーチャージステーションのお時間となりました。今日はですね、10月何日30日はい、の、で収録を今日しております。そうですね、はい、ね、みゆきさん、はい、またね、そうです、出張だからね、出張で東京と長野と、はい、また東京戻って、はい、大阪行って、うんうん、伊勢行って、うん、また東、あ、大阪行って東京ですね。めっちゃ長いですね。長いです。1ヶ月以内ですね。1ヶ月もちょっと出張であちこち行ってるんで、はいはいはい、なるほどですね、はい、11月いっぱいは帰ってこないです。マジ、はい、じゃあ、あ、松には書いて、あ、松、毎週は、じゃあ、でじゃあ電話でまた、はい、中継になりますね。はいはい。はい、っていう感じでね、はい、なるのでね、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、今日はね、10月30日ということで、はい、まあ、世の中もうハロウィン、もう、そうですね、ハロウィンですよ。ハロウィンは何？10月30日、31日？ 30 日です。10月は30日しかないので、はい。ね、はい、ハロウィンなんだ。そうなんですよ。なんか仮装したかったね。仮装したいですよ。私昔でもアバターやったんですよ。アバター。うんうん、分かる分かる。見たよ。あれはアバターを見てない。あれはインディアンです。うんうん、インディアン可愛かったね。アバターは写真どこ探してもないんですよ。うん、撮らんかった。撮った。撮ったんだけど全部青くして、で、うん、このアバターのこのカツラまでかぶって、うん、メイクしてもらったのに、特殊メイク？うん、どこ探してもなくて、もう爪もさ、こんな、なんかこの特殊なこの爪作って、うんうんうん、あそこまで仮装したのに写真がなくて。誰かみゆきさんのアバターの写真持ってる方、送ってください。もう何年も前ですよ、6年前ぐらいにアバターやったんで。本当、はい、すごいね。毎年やってる？
毎年はやってないんですけど、東京行った時はちょこちょこ、うん、あの仮装パーティーがあったんで、うん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 、あのままでそのまま普通に歩いてます。へーすごい。あね、いつだったかな、はい、3年ぐらい前にね、はい、あの木瀬さんが、はい、あのね、何月月の初めに、ね、はい、出ていただいてるあの木瀬さんがですね、はいはい、あのクレオパトラおやってたわけよ、はい、すごかったよ。マジっすか。あんな衣装どこから買ってくるのかなと思うぐらい、あのドンキーとか、あとネットショップ、ネットショップとかにも売ってるんですよ。仮装だったら、仮装って検索して衣装ってやったらいっぱい出てくるし、うん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 、あのアバターの衣装も当時めちゃくちゃ売ってたんですよ。あのあ、そっかそっか、映画終わった後に流行ってたんだね、はい、なるほどね。ペンキっていうか、このペンキではない、こう塗るやつ、うんうんうん、青く塗るやつもセットで売ってるんです、うん、親切だね。そうそう、セットで売って、でもあれは体中全部塗るともう1日で全部なくなるんですけど、うんうんうん、クリーム式のやつで全部青くして、ね、あ、じゃあだんだん取れてくるってこと、日が経つと。じゃなくて、お風呂入ったら取れます。おお、はい、面白いね、はい、今ほら特殊メイク的なものもさ、うん、あの100均とかにたくさん売られてるじゃない、はい、指とか、なんか爪とか、ね、爪も終わったりとか、ね、血のりとかさ、そう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 、本格的だよねとか、みんなね、はい、うん、なんかゲイ の, あの友達でゴジラママっているんですけど、うん、はいはいはい、この人があのタイムラインでいいね押したやつがほら他の人のやつで上がってくるじゃないですか、うん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 、なんか手怪我しちゃったよって病院来てますっていうのがあって、うん、特殊メイクと思ってから間違えて特殊メイクでしょって言ったら本当の怪我だったんですよ。だハロウィンだからこれ絶対騙してると思ってからまた早かったんだね。早かったやっちまったと思ってすいません、本物だよみたいな、本物だった。なんかこの爪がこうパカって開いてから肉が飛び出てたんですよ、うんうんうん、え、これ映してたわけ、映してた親指を、うんうん、絶対特殊メイクと思ってからそしたら本物の怪我だった。なるほどね、はい、やってしまいましたよ、うん、だからそれぐらいやっぱりね、はい、メイクも皆さん上手になってるからね。そうなんですよ、だからもうね技術的には上手くなってるんで、うんうん、はい、上手だよね。あのほら化粧もそうじゃない、うん、そうですね、あの高校生なんかのこのメイクとかさ、うん、見てみるとすごいもんね。上手ですね。だからあのつけまも2枚重ねとか、うん、で下も上もとかさ、はい、下よくつけられるなと思って、下で私できないんですよ、うん、ね、だから上手にさ、はい、メイクしてるから、だから片側だけ、うん、あのメイクをして片側は普通の素顔で、うん、でこうやってねなんかねフェイスブックとかでこうやってね、そう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 、パッてやるんだけどね全然顔が違うわけよ。全然顔違うの でしかも一重の人が二重するじゃないですか。そう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 、こうやってなんかプチ、うんうんうん、プチってやってから、うんうんうん、あの今ほらあの YouTube とかでもね、うん、メイクの使用前使用後みたいなのやってるけど、うんうん、全然違いますよね、うん、違う、本当に違う、はい、あれ見たらさ、うん、男性がさ、はい、コメントに、うん、女は信じられないって、うん、っていうのが分かりますよね。うん、あんだけ変わったらさ、はい、ほら、うん、化粧として例えば、はい、あ、化粧してる、うん、毎日までデートの 時はメイクするじゃない、うん、でいざ付き合って、うん、で一晩一緒に過ごして、はい、朝起きました、うん、お前誰みたいな、だからよあれやるよね、ありえるありえる、ね、すっぴんになった時に、いや俺こんなんじゃなかったけどみたいな、そう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 、あの夜マジックっていうか化粧マジックで、あ、ごめんなさいって帰るかもしれないし、ありますよ、ね、やっぱり、まあ、ナチュラル、はい、ナチュラルが一番好き、可愛くなるのはいいんだけど、うんうん、あまりにもほらあのこの変わりすぎるとさ、そうそう、違いすぎるとね、うんうんうん、引いてしまいますからね、うん、だからその辺どんななんだろうかと、うん、思ったんですけど、そうですね、前はほら昔ほらガングロの姉ちゃんたちいっぱいいたじゃないですか、うん、で、うんうん、あの自分その時東京にいたんですけど、うん、この鼻の筋に白いのをいつも入れてたんですよ、この、はいはい、あれ多分鼻が高くなるように見せるために多分入れてたと思うんですけど、なるほど、肌ガングロメイクだからこっちもいっぱいこの白いのパンダみたいなのに入れるじゃないですか、うん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 、余計顔が貧相でっていうか可愛くないんですよ。でもあれよくテレビでやってたけど、このガングロの姉ちゃんたちの化粧を落とそうって言ったらこのすっぴんの方が綺麗なんですよね。まあわかる、学校栄光でやってたのね、うんうんうん、もったいないと思って、うんうんうん、全然ね、うん、違かったもんね、うん、やらなきゃいいのにって思うんだけど、うん、今もところどころに渋谷行くとたまにいますね、やっぱりああいるんだ、うん、ガングロの人が、へー、まだいるんだって思って、もうあれ何年前よぐらいの、あーそうなんだね、はい、面白いね、はい、やっぱりあの綺麗に見せるってことはまあ大切ですけど ね、うん、ですね、はい、うん、でもやりすぎはちょっとね、ちょっとね引きますね、うん、だからハロウィンぐらいに、はい、しておいて、とどめといた方がいいですはいはい、はい、でね、今日はちょっと、うん、何、はい、体験談を、はい、シュガーケースの体験談をちょっとね、はい、お話ししたいと思うんですけども、はい、お願いします、はい、実はですね、この、はい、まあ、若くなりたいっていうのは、うん、まあ、男性も女性も、はい、ね、皆さんそうだと思うんですけど、はい、あの白髪が、うん、
あの白髪だですよ。白髪の、はい、あのシュガーケース、うちのシュガーケースを飲む前は、はい、本当に白髪だった方が、うん、シュガーケースを飲み始めたら、はい、あの数ヶ月経ってみると、はい、あの根っこから黒い髪の毛が生えてきてると。産毛ですね。産毛っていうかほら普通は黒から白髪が混ざってくるね、はい、でこの人も最初からもう白髪だから、うん、白髪なんだけど根元から黒いのが生えてきてるわけ。あ、じゃあほんまもの黒い髪だ。そう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 、で逆になってるわけ、みんなと逆になってるんですよ。でその人の、うん、髪を見て、うん、なんであんたの髪ってなって、うん、でいやいやあのシュガーケイソっていうのを飲んでたら、うん、私なんかいつの間にかこんなになってさ、うん、おかしいよねってなって、うん、おかしいけど、うん、すごいんじゃないそれって、うんうん、って言ってその人の口コミで、はい、あの髪にもいいんですかっていう問い合わせだとか、うん、あの飲みたいですっていう人が、はい、あのいらっしゃってですね、はい、ちょっとこの髪の毛の話題で、はい、ちょっとあの盛り上がったんですけど、本当にねあの、うん、黒いんです根元が。なるほどね、でね、はい、その話をしたら、うん、私もそうよって言って見せてくれた方が何名かいらっしゃって、うんはい、で言わなかったか私なんかもそんなに気づかなかったんだけど、はい、私も実はそうだよって言って、あでも自分も、うん、白髪多いんですよ、うんうんうん、今だからもう白髪目立たないようにと思って今金髪にしてるんだけど、うん、今ちょっと黒いのがちょっと出始めて、うん、でところどころに自分も白髪が出てくるのが嫌だからいつも抜いてたんですよ、はいはい、今抜いてないし、あ黒いのが出ててもそこまで白髪が気になってない。おーすごい。ということは白髪がなくなったんかなと思って、うんうんうん、そうだよね、気にならなくなったっていうことは、うん、そうそうそう、そういうことだよね。ここまでこう黒いのは出てるけど普通この黒いのところがちょびちょびちょびって白髪が出てたんですよ、うん、だからさこの白髪で嫌なのがさこのちょっとビンタのところとかさ、うん、あそう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 この生え際とかさ、生え際がいつもこの辺にこの辺に出てたから、そう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 、つむじのところから出てたから、うん、とかこの何分け、あの分けてるの、そう分け目、そうそう、からちょろって、うん、で立ってる、しかも立ってるみたいな、そう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 、1、2本出るからうざいと思っていつも抜いてたのにそうそう、やっぱね40代、はい、あ40、本当に、ね、去年ぐらいまでそんなに白髪って気にしないぐらいだったんですけど、はい、本当45過ぎたらね、はい、やばいね、ちょっとね、 やばいかもしれない、ね、あ自分でこうやって分け目を分けるじゃん、はい、こうやってね、うんうん、どっち分けようかなっていつもまあ迷うわけですよ、はい、ね、どこなんかあのもともとほら、はい、毛があまり多い方じゃないので、はい、毎日分け目を変えるんですけど、はい、でこっち開いたらあこっちも 4,5 本あるなと思って反対側って反対側ってもうこれどうするみたいなのとかがあって、はい、本当に先日はねあの初めて白髪染めにあの美容室に来ました。あ、うん、今までは自分で染めてたっていうか、はい、今まではあの、うん、おしゃれ染めばっかりで、うん、白髪染めっていうのもやってなかったんですけど、はい、うん、あのこね、やっぱり髪の毛がやっぱ細いので、はい、うん、あの痛みがすごいんですよね、はい、だからちょっとそれをちょっとあの、うん、心配して、うん、あの自分で染めない子と思って美容室行ったんですけど、はい、あの美容室では逆に、うん、これ白髪があるっていうぐらいではないですよって言われたんだけども、はい、もう自分にとってほらどこに分けても白髪があるからさ、そうそうそう、このちょこっとちょび毛がもうちょび毛の白髪がイライラするんですよそう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 、だからちょっとね、はい、と思ってるんですけど、うん、でそれがちょっとねあのそういうふうに、まあ、白髪がなくなった、はい、まあ、あの黒い毛が生えてきた、はい、っていうのにな私もねつながったらいいかなと思うんですけど、私の場合はまだなかなかそこまでは、はい、あの感じてはいないんですけど、タバコのあのあやさんが作ったこの、うん、ローションがあるじゃないですか、はいはい、私はワンダーですね、ワンダーの、うん、あの髪の毛にもやってるんですよ、うんうん、あのスプレーでかけてから、あれ育毛なりますよ、あ多分あれもあるかもしれないです、だから金髪にしてるから髪の毛傷めやすいので、まあ、パサパサしやすいから、うんうんうん、あの顔のついでに頭にもかけてて、うんうんうん、いいよね、はい、あれはさアロエとか、うん、あのやっぱりこの頭皮とか、はい、髪に優しい成分がたくさん入ってるので、はい、薬草じゃないですか、うんうん、でもともと美容室の営業をやってた時にあの、うんうん、毛染めもあのやってたんですけど、うんうん、あの髪の毛の成分と皮膚の成分って一緒みたいでから、うん、やっぱね皮膚一枚ですからね、はい、うん、だからもうこっちに塗れるものはこっちに塗った方が全然栄養分が綺麗って言われて、うんうんうん、一応髪の毛にもやるようにしてるんですよ、うんうん、そしたらもう柔らかくはなってはいるけど、うんうんうん、だからそのせいでこの多分このここなんていうの黒いのが出ても白髪が目立たないのかなと思って、うん、なるほどね、うんうん、なのでやっぱりねこのお客さんの体験を見るとね、はい、やっぱねすごいなと思うんですよね、うんうん、で、はい、最近、まあうん、耳に入れたり鼻に入れたりね
あの、ね、本来飲むものなんですけども、はい、まあ、いろんな実験を、ね、いろんな使い方をするわけですよ。はいはい、で、これはやっぱりね、まあ、うちは本来は、まあ、飲むものとして商品を販売してますので、うん、あの、まあ、その他の使い方に関しては、うん、まあ、お客さんの自己責任のもとでっていうことで、うん、あの、やってるんですけど、はい、やっぱりね、耳に入れてみたりとか、鼻に入れてみたりって、うん、そうと、あの、やっぱり染みて痛いんですけども、はい、すごく楽になるということでですね、それもなんか口コミで広がってて、ね、はい、鼻になんて切れた方がいいですかとか、はい、耳になんて切れた方がいいんですかとかって問い合わせがあるんですけども、はい、もうこれはもうご自分の、個人個人ですね、まあまあ 一滴入れて様子を見るとか、はい、まあ、そんな一滴でも痛いですよ鼻は、うん、鼻は痛いよ、鼻は死にそうでした、もう自分経験済みなんで、うん、はいはいはい、もう鼻はやばい、ね、泣くよね、はい、うん、だけどそれでさ、はい、ほら鼻が通る、うん、はい、っていうのでね、すごいなんか、あの、うん、なんかね、何かがね、この鼻の後ろからゴゴゴゴゴってなんか、あの、痰じゃないけど、うん、なんかね、そういうのがなんか降りてきたって、はい、でそれすごいいっぱい出たっていう人もいてさ、はい、やっぱなんか中でつながってるものなので、うん、耳に入れても、ね、そう、はい、耳に入れてもそういうことがあったりとか、うん、なんかね、面白い体験が結構ありましたね、はい、今週もなんかでも耳に、私もよく耳に入れてたんですけど、うん、耳はそこまで、あの、ヒリヒリはしなかったけど、うんうんうん、あの、クリアになります、うん、あの、この音がね、はい、言ってましたよね、はいはい、もう右耳がもともと突発性難聴で全く聞こえなかった時が、うんうんうん、一時もう何回か続いてたんだけど水も溜まってる、はい、苦しい、うんうん、それもなくなって、うん、でもう耳のこの水が溜まるところでいつも注射して注射針で抜いてたんですけど、うん、あの、ここの下にも塗るようにしてるんです、うん、いいですよ絶対ね、はい、うん、ということでですね、はい、あの、この後もね、続きみゆきさんの耳の話を聞きたいと思います、はいはい、お願いします。 CM どうぞ。はい、ね、デビー・ギブソンのロスト・イン・ユア・ラブ、あ、ごめん、ロスト・イン・ユア・アイズ。FM ギノワンに、FM ギノワンで収録中です。本ちゃんは4時からです。今日は10月30日の収録に来てます。収録に来てます。最初、シュガーケースのエナジーチャージステーションから南極ナイサーの番組に行きます、うん、来てるか、まだ来てないです。4時って言ったからね、うん、4時だから10秒で発表します。持ってきてる。はい、SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております。ね、はい、あの、耳の話を。そうですね。もともと小学校の時に慢性中耳炎にかかって、うんうん、で、最初は慢性ではなかったんですよ。普通の中耳炎で。はい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 、で、プール入れないじゃないですか。うん、なのに、プールと海しょっちゅう行ってたんですよ。中耳炎にかかっているのに。また言うこと聞かなかった。言うこと聞かない、あの、ガサ子だったんで。で聞けるかやぐらい、もうで内緒にしててか、本当は行っちゃダメだよって言いながらプール入ってて、うんうんうん、もう耳がキーンってなるぐらい痛くて、うんうんうん、でそう言うとまた入れなくなるからずっと黙ってた、言わなかった、言わなくて、うん、でしまいにはもう寝てる時に耳から血がいっぱい出たんですよ、あの枕にいっぱいついて、うんうん、で自分しかまして、あの時小学校2年ぐらいの時だったんで、うん、はぁと思って、もうめまいがするぐらいいっぱい大量に出たもんだから、耳から血が出るって、もう中で、そ中でもういっぱい出てしまって炎症して、うんうん、でもう一回病院行ったから、ま、この普通の中耳炎が慢性中耳炎になってたんですよ、悪化してから、うん、で海もできてて、うん、でやばいと思って、でもう真面目にもう泳ぎもしないで、うん、あの一時やめてたんですよ、うん、で1年してやめ、あの治ったんですけど、うん、またこの中耳炎またかかって、小学校6、5年の終わりぐらいにまたかかって、うん、でまあ、軽いやつだったんですけど、だん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 またプールと海大好きだから、うん、しょっちゅう行ってたらまた慢性になって、うん、でこれの繰り返し で、うん、で中1の、あ、小学校の時に1回手術して、うん、もうこれダメだっつって手術して、で中1の終わりぐらいの時にもう1回手術したんですよ。あ、じゃあ2回手術してると、2回手術してるんです。なるほどね。だからもう海みたいなのも溜まってたんで、だからこれもね、だから溜まるから抜くし、はい、あの抜く、病院で抜いてるって言ってたじゃない、はい、それもじゃあ定期的に、定期的に、だからもう水が溜まりやすくなってるんですよ、うん、だからあの脳の検査した時も耳が聞こえないなと思って、うん、でもう
調べたら突発性難聴ですよって言われてから、もう耳がもうカサカサするから、脳頭も痛くて、うん、で脳の検査したら、あの昔の中耳炎の名残でこの空洞があって、そこに水が溜まってたんですよ、うん、だからもう今すぐ抜きなさいって言って、この抜いて、はい、注射針で、うんうんうん、でそこから溜まりやすくなってから、うん、もう突発性難聴の延長みたいな感じで、もうしょっちゅう聞こえなくなるから、うん、あの一応難聴ではありますよとは言われて、で一応あのなんていうか補聴器も持ってたんですよ、うん、それがないと聞こえない時期もあってから、うん、で今このケースを入れたらいいよって言ってか、耳にケースを入れてから、うん、あのこれ水が溜まらなくなってましたね。だから半年に1回水溜まってたんですよ私、うん、今でちょっとあのもう半年越してるから、うん、塗り始めて、うん、全然水溜まってないです、うん、よかったよね、はい、うん、だからこれってやっぱりだから、はい、細胞レベルの修復だね。そうですね、うん、だから今鼻にも入れてたじゃないですか、うん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 、それもあるのかなと思ってだからさ、はい、この間はさ鼻に入れた方が1回だよ、はい、あ違う鼻じゃない耳だ、はい、耳があまり、うん、あの聞こえが良くないらしく、はい、で入れたらね、はい、右耳に一滴左耳に一滴って入れたみたい、はい、そしてたらその晩から熱出て、はい、でもうあのリンパも腫れて、はい、すごかったらしいんですよ。でね、はい、で入れた方には、はい、あのやっぱりこの入れた方が、はい、お友達同士で多分入れたのかなって、はい、こうなってあの抗体反応があるらしいよって言って、でこれも抗体反応も呼んでその後から入れてるから、はい、これはまさしく抗体反応だと、はい、でももう本当にすごかったんだって。熱も出るでしょ、うん、でリンパ腫れるでしょ、はい、で頭もすごくもうなんかもう本当に大きく頭も大きくなってる感覚、うん、で重くって、はい、3日間寝込んだんだって、はい、そしたら4日後からすごく元気になって、うん、で耳も聞こえるんだって、うん、だからこれは何なんだって、はい、だって一滴ずつしか入れてないんだよ、うん、でこれで本来飲むものでしょ、うん、飲むものなのに違うところにもやっとったそうそうそう、ね、で外側からこんなってこれ効果があるっていうのは何って、うん、社長はすごい説問攻めにあったみたいなんですよね、うん、でそのこのたまたまですよ、うん、この抗体反応って分かってたから我慢できたったんだけど、はい、それ分からないと言ったらもう大変だよね、大変だと思う、もう病院に行ってね、もうわわ騒いで大変だったはずって、うん、でそういうのが分からないでやってしまうと、うん、これ商品自体ので商品自体は、うん、まあ、あの薬ではないので、うんうんうん、そういう効果効能を立っちゃいけないのでね、はい、そうですね、うん、だから、まあ、怖いっちゃ怖いですけどね、そうそうそう、まあ、でも、うん、これでねこの改善するんだったら全然いいですよね、うんうんうん、なのでそういう、はい、あのまあ、体験談がすごい溢れてる、まあ、事務所がありまして、はい、うちの事務所と違ってですね、はい、あのそこではもうみんなが集まって、うん、シュガーケースのシュガーケースの事務所じゃないんだけども、うん、シュガーケースの話題ですごく持ちきりで、あっていうのでね、すごいあの愛用者が続々増えてるところがあるんですよね、はい、なのでやっぱり、うん、あの抗体反応、まあ、お薬じゃないので、うん、あのな副作用って言い方はしませんよね、はい、あの抗体反応ですくて、抗体反応っていうのはやっぱり悪い部分を良くしていくときに起こる作用なので、うんうん、はい、まあ、言えばよかったよねって、はい、抗体反応あよかったラッキーじゃんって、うん、ちゃんとねケースが働いて、はい、修復始めた合図ですよね、はい、うん、っていうふうに、まあ、あのプラスの考えでちょっと、うん、あの受け止めてもらって、はい、まあ、しばらくは、まあ、きついだろうけども、そうですね、だから頑張ってしか言えないんで、自分も耳に入れた時に多分耳と鼻と口がつながってるせいか、うん、喉がもうガラガラしてやばかったんですよ、うん、あのこの要は突発性難聴がな、多分この水も溜まってた時期もあって、うん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 、この治る治らないのあれだったと思うんですけど、うん、毎日入れてたんですよ耳に、うんうんうん、そしたらこう喉がガラガラしてから、なんかこの痰ではないけど、うんうん、このなんていうの鼻水の塊みたいなのが出てきたんですよ、ウェってやった時に、うん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 、これ耳の中のものなのか、うん、それとも鼻のあれなのか、うんうん、分からないものが喉から出てきた、怖いペッてやった時、あまりにもこっちはガラガラするから、うん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 、耳に溜まっちゃったんだろうね、うん、だからこれだから多分このなんていうの、耳の中のものが多分流れてきたのかなと思って、うんうんうん、そうそうそう、期間にね、もう一時このご飯食べても詰まるんですよ、うん、うんってやっても出なくて、咳下出てきたんですよ、ペッて、うんうん、すごい、なんかなんだ、痰ではない、なんか、うん、なんかが出てきて、うんうん、へえ、あ、それ言うの忘れてたけど、そうなんだ、はい、多分耳のあれですね、多分ね、そういう、はい、あの体験もたくさんあると思うね、だからあの本当にもうすごい体験の人の話しか聞いてないんですけど、うん、こういうのって、ね、うん、鼻水なのか耳こそなのか分からない、うん、よく分からない、そういうのが出たっていうのは多分、はい、聞けば、うん、たくさんあると思うんですよね、うん、でも貴重な体験じゃないですか、はい、こういうの体の外にそういうのが出てくるって、そうですね、だから出たっていうことで、普通見られませんからね、はい、びっくりしてで
あとなんかほら、自分結構疲れた時はめっちゃ大量に飲むんですよ、うんうんうん、でなんか鼻くそがめちゃくちゃなんか、うん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 、異常に多い気がして、うん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 、毎日取ったのこんなに出るのかっていうぐらい出るから、うんうんうん、ケイ素飲んでると一気に出るよって言われてたから、うんうんうん、耳垢もめちゃくちゃなんかこの毎日取ってるけど毎日あるような気がするんですよ。あのね、新陳代謝でしょうね、はい、うん、どん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 新しく生まれ変わってるので、どん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 古いのが出てくるというね。で本当はこれはもう知らないうちに剥がれ落ちたりとかするものなんだけども、うんうん、はい、やっぱり、ね、耳鼻なんかをね、うん、自分で取らないといけないからね。そうなんですよ、うん、だからなんかということでですね、はいはい、今日もあっという間に、はい、あっという間ですね、はい、30分経過してしまいました、はいはい、今日の、ね、エンディングはデビー・ギブソンのロスト・イン・ユア・アイズでお別れしたいと思います、はい、ミキさんまた来週もね、あ、そうですね、うんうん、来週はいるんだよね、来週はいますね、うんうんうん、来週再来週の収録ですかね、これ。そうですね、はい、はいはい、はい、ということで、はい、またねお会いしたいと思います。この番組のお相手は、はい、ナンクルナイサーのみゆきと、はい、SR のみきでお送りいたしました、はい、皆さん良い月曜日、そして1週間お過ごしください、はい、はい、では来週です。はい、オープニングがニューオーダーのブルーマンデー。ブルーマンデーって嫌だね。ブルーマンデー。ブルーマンデー。あ、確かに月曜日がブルーっていう。で、エンディングがマルティカの遠いソルジャー。遠いソルジャー。はい。こんにちは、みやちゃんだっけ、知らんけど、こんにちは、みやちゃんさん、みやちゃんだっけ。